ということで、さっきの続きでこれを作りました。作ったね。まだ終わりじゃないよ。まだ終わりじゃない、まだこれから。これにね、今から色をつけたいと思います。ハイドロディップ。ハイドロディップテクニック。テクニックで、まあ、ここにスプレーをピシーってやって、でこうやってやるとここに色がつく。メキシコのスプレーを使います。コメックスっていう会社のねスプレーを使って、これに色をつけて。でもやったことないじゃん。やったことがない。できるかどうかわかんない。まあ、それはちょっとやってみて、うん、でこれもさ、なんかオイルまだついてるから取れないから、うんうん、もしかしたらオイルで取れないかも、取れちゃうかもしれないけど、実験だね。実験、うん、色は何色がいいですか、ベロニカさん。なんかちょっとパープルだよね。知った？知ってた。俺もパープルだと思ってた。パープルはちょっとここに。いい、ピンクとパープルでいこうか。え、違う、日本のと全然。油多いかも。日本のとスプレーと全然違う。匂い結構強いよね。これやばい。いくよ。えい、あーよ。あ、反対側は？反対に、反対も？なんか油が、あー微妙。思ってたんでよかったね。うん、あー、まあこんな感じです。グリーンも忘れていい？どう、ベロちゃん？かわいい。どう？好きじゃないの？好きじゃない。全然好きだけど。綺麗？ほらほら、お、ほら、あ、黒かっこいいよね。ほら、黒がかっこいい。はい、すごいこだわりましたか、やっぱり。うん、黒がかっこいい。まあでもやってみないとね。そう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 。あー、黒にしてよかった。手作りアートの完成です。うん、すごくない？めっちゃ綺麗。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、コメントもよろしくお願いします。アデサミゴス、アディオス。